スーパーワスプのカメラスーパーワスプは前天にわたって実施等級が13等級までの構成での太陽系外惑星の通過を検出するプロジェクトである。ワスプとはワイドアングルサーチフォープラネッツという言葉の略である。スーパーワスプは2つの機械的な観測から成り立っている。北半球ではカナリア諸島ラパルマ島のロケでロスムチャーチョス天文台。南半球では 南アフリカ共和国の南アフリカ天文台が担当している。それぞれワスプノースとワスプサウスと呼ばれている。それぞれの天文台には2キロ2キロの高品質の CCD イメージセンサを備えた8機のキャノン 200mmF1.8 レンズを設置している。望遠鏡はオプチカルメカニクスインクで作られたものである。キャノンのレンズの広い視野により それぞれの天文台で、天あたり500度という広い範囲の観測が可能である。天文台は、継続的に観測を行い、およそ1分間に1枚の画像を撮影する。これは一晩では、合計 100GB のデータ量に及ぶ。トランジット法を用いることにより、集められたデータで、それぞれの画像ごとの、各構成の明るさを測定し、 恒星の前面を通過する大きな惑星による恒星の明るさのわずかな変化を検出することができる。スーパーワスプはインスティチュットでアストロフィジカでカナリアスザ・アイザック・ニュートングループ・オブ・テレスコープス、キール大学、レスター大学、オープン大学、クイーンズ大学ベルファスト、セント・アンドルーズ大学の8つの研究機関からなるコンソーシアムによって運営されており、 将来の地球型惑星探索のために惑星の進化を解明することが期待されている。WASP-12B の創造図。大気が流出している。WASP-18B の創造図。WASP-39B の創造図。WASP-76B の創造図。WASP-121B の創造図。2006年9月26日。 スーパーワスプのチームは2つの太陽、境外惑星ワスプ -1B と、ワスプ -2B の発見を公表した。2007年10月31日、スーパーワスプのチームは3つの太陽、境外惑星ワスプ -3B、ワスプ -4B、ワスプ -5B の発見を公表した。この3つの太陽形外惑星は、 木星質量とほぼ同じで、主星に非常に近い軌道を公転しているため、公転周期は二日以下である。これらは、基地の太陽系外惑星では最も短い周期である。恒星から非常に近い位置にあるため、惑星の表面温度は2000度を超えている。北半球と南半球の両方でトランジット法により惑星を検出したのは、 スーパーワスプが初めてで、またこれまで唯一である。ワスプマイナス 4B と、ワスプマイナス 5B は、南アフリカのワスプのカメラで、初めて発見された惑星であり、ワスプマイナス 3B は、ラ・パルマ島のカメラで3番目に発見された惑星である。2008年4月、ワスプマイナス 12B の発見が公表された。ワスプマイナス 12B の色は、 アスファルトのように黒く、ワスプ -12 から届く、可視光線の94%以上が取り込まれていることが判明した。また、ワスプ -12B は、大気が流出しており、サイズが縮小している可能性がある。2009年8月、主星の時点方向と逆方向に公転すると、考えられている初めての惑星 a スプ -17B の発見が公表された。 また、ワスプ -17B は大きさが木星の2倍近くある。しかし、密度は発泡スチロール程度である。同月、ワスプ -18B の発見も公表された。ワスプ -18B は木星の10倍程度の質量を持つ重い惑星である。この惑星は超積力の影響で100万年以内に主星に落下する可能性が指摘されている。 2011年、ワスプ -39B の発見が公表された。ワスプ -39B は、ホットサターンと呼ばれているが、水が土星の3倍存在していることが明らかとなった。同年、ワスプ -47B の発見が公表された。その後、2015年には、ワスプ -47C、ワスプ -47D、47 ワスプ -47E も発見され、ワスプ -47 は4つの惑星を持つことが確認された。なお、C のみトランジット法ではなくドップラー分光法で発見された。同年、ワスプ -49B の発見が公表された。ワスプ -49B には、イオのような衛星が存在している、可能性があるとされている。2013年、 ワスプマイナス 76B の発見が公表された。ワスプマイナス 76B は、超積固定が発生していると見られており、昼側では、鉄が蒸発して、蒸気となり、夜側では、それが冷やされて、鉄の雨が降っている、可能性があるとされた。2015年、ワスプマイナス 121B の発見が公表された。ワスプマイナス二十一 b は、 マグネシウムや鉄等の物質が惑星から流出している。また、潮積力の影響で主星に惑星が破壊されない、ギリギリの位置を公転しており、その潮積力によって惑星はラグビーボールのような形状に変形していると見られている。左は各年の新規発見数、右は累計発見数の推移である。次の一覧は、 太陽系外惑星エンサイクロペディアのデータに基づく、ありがとうございます。